ーダーポリテモス。ギリシャ神話に登場するキュクロクスの一人。その名前は名の知られたという意味を持つ。ポリテモスはキュクロクスの中でも一番大きかったという。その巨体からキュクロクス族のリーダー的存在だったとも考えられる。オデュッセウスがトロイア戦争から帰る途中にシチリア島を訪れた時に、ポリテモスは彼の部下を二人食べてしまったという。どうにか餌となる前に逃げ出したオデュッセウスだったが、怒りに満ち溢れたポリテモスは大きな石を投げつけ船を沈めようとした。最高の知恵と知識を持つ巨人ミーミル。世界を支える巨樹ユグドラシルの根元にある知恵の泉を守っていた巨人。北欧神話に登場する幻想動物の中で最も賢かった巨人だと考えられる。知恵の泉はミーミルの泉とも呼ばれていた。泉の水を飲んでいたので、ミーミルは知恵と知識があり、主神オーディンの相談役にもなっていた。ある時、オーディンが知識欲しさにミーミルの元を訪ねてきた。泉の水との交換条件として、ミーミルはオーディンの片目を要求する。オーディンは片目を渡し水を飲んだという。その後ミーミルはバンカミ族に首を切られるが、オーディンはその頭部を入手して知識を語らせた。炎に包まれた悲観巨人ムスペック。北欧神話に登場する火の国ムスペッチヘイムに住んでいる巨人族。炎の巨人と言われることもある。しかし神話の中ではほとんど記されていない。火の国と言われるだけあって、ムスペッチヘイムは全てが熱い炎に包まれている地域だった。そのためにムスペッチヘイムで生まれたものしか住めず、門番であるスルトもいたために他者との接触はなかった。ラグナロクの際にはスルトと共に世界を襲い、人々と世界を焼き尽くすと言われている。全ての始まりを作った巨人ユミール。北欧神話に登場する原初の巨人。神々や人間が誕生するよりもはるか昔、霜と氷の国ネブルエイムの氷が溶け、底なしの谷へと流れ落ちた。水は再び凝固し巨人の姿となった。それがユミールだ。そして彼の寝汗や左右の足から子孫となるユクンが誕生した。その後に誕生した神々は自分たちを誕生させた祖であるユミールを倒した。神々はユミールの身体から大地や山、海、川など人間が暮らすために必要なものを作ったと言われる。北欧神話ではこの世界の始まりはユミールによるものだと考えられている。洪水によって滅ぼされた巨人族ヨトゥン。北欧神話に登場する巨人族。超人的な力を持っていたが、性格は凶悪だったと言われている。この世の祖であるユミールの子孫だったこともあり、霜の巨人族とも言われる。誕生した直後から繁栄を繰り返し、一時は大地を埋めるほど増加した。しかし神々の手によってユミールが倒され、その地は大洪水となってヨトゥンを襲う。ほぼ全滅したヨトゥンだったが、ベルゲルミルとその妻だけが助かった。二人は船に乗り、世界の果てにあるヨトゥンエイムという国に逃れた。そこで新しいヨトゥンたちが誕生したと伝わっている。